ライブはしてない。撮ってるだけ。そう。それをさっきやるんだ。抜いとかなかったんだよ、これ。手前のやつ。入らないやろ。これをみんなね、奥に押し込んでからじゃないと、手前入れたら入らない。クマさん、それ置いてこい。待てよ。
それをさっき入れるのかな。綺麗にみんなで引っ張っていいかな。合ってるそれ。ここがすごい合ってないんじゃないこれ。合ってる？カテゴが違うと思うから。合ってるか合ってるか分かんない気がしてる。しかもこんなにちょっと入らへんの。バニラが他に気持ちいいね。あ、でもこれと合ってるの合ってるんだよ。色と合わない感じ。合ってた？見た？見た？見た？合ってた？大丈夫？締めて合わせがぴったりだったらはい、皆さんこんにちは、脱退若村です。さあ、本日は6月の1日火曜日です。いよいよ水月6月に突入をしました。さあ、多くのお家で衣替えをしたり、または学校などでも冬の制服から夏の制服へと衣替えが行われます。今日6月の1日を迎えまして、午後3時になりました。さあ、本日もほぼほぼ毎日配信します。ラッタビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手。どっちか見てるから。あ、じゃあこう、谷口さんこっちかな、はい、こっちでここに合わせてこう引いてみましょうか。ちょっと田本さん押さえてもらって、ちょっとね、くるってくるで、こう引き出していきますか。長さが合ってないから。目が。はい。ぶつけ本番。で、向こう側揃えます、一回。はい、押します。はい。で、ちょっとこのヘリの合わせて。はい。で、これで開いていきますか。で、行きましょう。おいしそう。あ、涼やか。雨色で、やっぱこれ、長年使っている。
この出るその良さが。それでは最後になりますけれども、心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになる。この好きになるというところ、皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、京都から今日もたくさんの元気を皆さんお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます。きっともっと京都を好きになるということで、本日は夏の失礼台の模様をお届けしました。それでは本日もありがとうございました。それではポチッと消したいと思います。今日はもうここにパソコンがありますので、そのまま私の合図でポチッといきたいと思います。ポチッ。